はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日の株式マーケットですけれども、大きく上引きが出たような一日でしたね、えー。オープンのタイミングではすごく、まあ、良さそうな動きではあったものの、引、ま、け、あ、にかけて非常に大きく下落をしてしまいました。えーまあ、少し期待をですね、していた方々も、まあ、いらっしゃったかもしれませんが、まあ、やっぱり今回の FMC o での、えーまあ、今後の物価上昇率の期待というところをですね、情報修正したことによって、ある程度長期間、 ま、しかも、来年1年間もしかすると5、5%台の金利を維持する可能性というところも今、唆をされていて、なかなかですね、思ったように、金利が下がってこないというような状況が、今、予測をされているというような状況になっております。で、こうなってくると、以前も申し上げた通り、大きくですね、株式を買っている人たちのシナリオから、かなりずれてきている印象ですよね。今、株を買ってた人たち、これまで株を買ってた人たちというのは、 金利が来年下がる手で、ずっと株式のポジションを積み立ててきました。これが思った以上に長期間、高く金利が維持されることによって、もしかすると今後、リセッションがですね、来て、それが大きく企業の業績に悪影響を及ぼす可能性があると。そうなってくると、まあ、EPS なり何なりが大きく下落をすることによって、株価がなかなか今の状況を えー、キープできないような、そんな状況が今後来るかもしれないというのが、まあ今大きな懸念の一つに、えー、なってきているんではないかなと思います。まああとはですね、えー、今日のちょうども触れていきますが、思った以上にまた原油の価格が大きく上がってきていたりもしてますよね。で、それによって、えー、想定以上の、えー、マーケットへのインパクトといいますか、えー、物価上昇率がまあ継続してまた、あの、支えられていくっていうこともあると思いますし、まああとは気づいた時には、 まあそういった物価上昇率の,え、まあ、あの非常に順調なその伸びっていうところが、持ってる以上に今後、経済をですね、まあ、あの痛めてで、そしていざ金利を下げるタイミングになれば、もうそれは時すでに遅しみたいな感じで、もうハードランディング真っ逆,あの真っ逆さまみたいな感じになっていく可能性も十分あるんじゃないかというのは警戒感が今出てきております。で今ですね大手の 金融投資家とかでも、機関投資家がどういうふうに動いてるかみたいなものも結構調査として出てきていますので、そのあたりも一つ参考になるんではないかなと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい。あとはですね、後ほどこれもカバーしていくんですが、日銀の今の金融政策の方向感というところが、また新たにちょっとコメントとして出てきたことによって、ドル円のボラティティがめちゃくちゃ出始めたんですよね。 で、またこれが、えー、さらなる円安をですね、呼びそうな今、雰囲気になっておりまして、えー、継続した、え、円安のトレンドっていうのは、まあ、しばらく続くんではないかというふうにも言われています。やっぱりこうやって株が動いて、仮想通がちょっと動いてないんですけども、コモディティがめちゃくちゃ動いて、えー、さらに為替が動くと。まあ、こういった状況はまさにですね、え、FXCT このチャンネルのスポンサーでもありますけれども、まあ、そういった、まあ、いろんな全てのセットクラスに対して、え、投資をできるプラットフォームというのは、まあ、すごく有用だと思うんですね。 今ですね、口座開設していただくだけで、1万5 0 0円分の取引ボーナスがもらえますし、もうすでに口座持ってるよという方も、新規の方も、8万円を入金して、5GT ロット取引していただくと、1万円分のこれキャッシュですね、これ引き出せるお金がもらえるというキャンペーンですね、やってます。これ両方とも概要欄の方に詳細書いてありますので、ぜひですね、ご利用していただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ってことで、 質の方を見ていきましょう。まずはですね、こちら、株の方から見ていきますが、ダウがですね、マイナスの0.31%、ナスダックがマイナスの0.09%、S&P がマイナスの0.23%となっておりました。まあ、このような形で、引き上かけて大きい落をドーとしてしまったっていうのは、ちょっと、あの、後味が悪いようなマーケットなのかなと思います。はい。まあ、あとはですね、今日金利下がってましたね。まあちょっと、 ここ最近大きく上がってきたこともあって、若干調整が入っている程度なのかなと僕は思っていて、この金利の下落っていうのは、今マーケットが安心する方向に向かっていくというよりも、ただ調整をしていてまたすぐに金利戻っていくるんじゃないかなと思うので、これはですね、あんまりそんなポジティブな動きには繋がっていかないんではないかなというふうに僕は思っています。はい。まああとはですね、ドル円なんですけれども、 148.39ということで、いよいよこの148円台キープとい,というような領域に入ってきているんじゃないかなと思います。あとやっぱり150円近辺になれば、いざ介入の警戒感というのも出てきますが、まあ今の状況をもってすると、介入入入ったとしても、まあ、継続的な円売りみたいなものは続いていくんではないかなというふうに思いますので、 このあたりはですね、まあ、どこまでドル円が上がっていけるのか、まあ、そういったところが見物になってくるんではないかなというふうに思っています。はい。まあ、あとはですね、コモリティなんですけれども、またクルールドオイル原因が90ドル台に乗っけてきました。このあたり今後ですね、大きくまた伸びてくるんじゃないか、まあ、100何十ドルいくんじゃないかみたいな記事がまた出てきていますので、その辺も後ほど皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。はい。ということで、ここからですね、チャートの方を見ていきましょう。 え、こちら少しアップにすると、ま、こんな感じで上着がビヨーンと伸びている感じが、回あって、すごく、ま、嫌な正直感じではあると思うんですけれども、ま、やっぱりこの背景としては、え、ホームシーでのですね、発言によってのリクエレーションというか、ポジションの少し、ま、軽量化みたいなところがあるんじゃないかなと思っています。つまり、ま、今後の、ま、金利が好意安定することを警戒した、 え、株式のポジション外し、まあ、株式の売りですね。そういったことが今、え、起こっているんではないかなというふうには思っています。はい。で、さっきちょっと見た通り、まあ、このドル円のですね、まあ、水準感というところが、まあ、すごく今、難しくなってきていて、え、ちょっと前に、え、重ね、重、もしがキャップになって,て148円抜けて、え、今、148.50とかですね、まあ、50じゃない50ってことですね。とか、ま、149円とかっていうところに対して、 え、どん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 突き上げていくんじゃないかなというふうに思います。で、これは2020年の、え、だいたい10月のですね、まあ、高値というところを今、トライしているので、まあ、このあたりが一旦の介入ラインとして、え、見られていくんではないかなと思いますので、え、このあたりを注意をして、え、見ていきたいようなポイントにはなるんではないかなというふうに思います。はい。まあ、あとはですね、えー、結構マーケットで気にされているのが、まあ、やっぱり原油なんですけれども、まあ、このあたりが継続してまた、 え、上がっていくんじゃないかというふうにも言われていて、え、これがですね、またさらに上がっていくのであれば、物価上昇に悪影響というふうにも言われているので、え、原油高の今後の方向性、方向感みたいなものは、え、継続して、え、見ていきたいかなと思っております。はい。まあ、あとは個別株、ちょっとですね、え、今日見るべきものは何かというと、まあ、テスラ、ま、今日4%ぐらい、下落してましたね。 え、直近の窓っていうところを埋めて、また窓、あの、手前で開いてますけれども、まあ、ここ、一旦ですね、え、サポートラインのようなところで今止まってますが、まあ、ここをもう一段抜けてくることによって、え、一旦ですね、え、また下落トレンドに入ってしまうんじゃないかっていうような、まあ、懸念も今出てきていると思いますし、やっぱテスラはですね、ま個人も、まあ、これは機関投資家もそうなんですけれども、非常に大きく持っている割合が大きいので、え、このテスラの下落っていうのはですね、 え、投資のセンチメントっていうところに対しても、まあ、すごく影響が、え、個人の投資家特にあるんじゃないかなと思いますので、え、ここでの下落が、ま、継続するようであれば、え、投資への意欲みたいなところが、え、さらに削がれてしまう可能性があるんじゃないかなと思っているので、まあ、このあたりは少し気をつけて、え、見ておきたいなというふうには思っています。ま、あとはちょっとですね、面白いなと思ったのが、え、ビックスですね。まあ、今日のところについては株価が下落したりもか,かわらず、 そんなに大きく上がってはいません。ただし、直近のですね、ビックス2の上限というのが、まあ大体18.5とか、まあそのあたりなので、そこをしっかりと抜けてくるかどうかっていうのが、まあ一つ面白いポイントなのかなと思うのと、まああとはですね、この50日移動平均線が、100日移動平均線を今上抜けするような感じの状況になってきているので、まあいよいよこの株の下落というところが、本格的になってくれば、まあビックスも,もういった 20%, ドルを超えて20かを超えてくるような感じになってくるんではないかなと思うので、面白いような水準に今まさに来ているのかなと思っております。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にニュース見ていきましょう。まずはですね、こちらになります。ここ最近ですね、ウォールストリートのアナリストたちが株価をですね、予想株価っていうのを上げてってたんですよね。で、そのさらにもう一段 バーンと上げた直後に、まあ、このような株安に、株売りに繋がっていっているというのが、まあ、いかにですね、今、マーケットが、ま、楽観的な水準に、まあ、水準というか、今、空気に包まれていたのかということを、ま、表しているんじゃないかっていうような、ま、記事になっていますと。で、最近なれば、えー、モルガン・スタンレーじゃなくて、ゴールド・マサックス、バンコバ・アメリカ、ソシエテ・ジェナルみたいなところが、ま、大きく、 この S&P の年末までの予想っていうのを上げてきていました。で、今のタイミングから5、6%ぐらいですね、上がっていくんじゃないかっていうような予想になっていて、まあ、ちょっとやっぱり、今のタイミングをもってすると、正直今の価格水準ぐらいが、まあ、今の,あの直近のところも含めて、ピークになってくる可能性があるというのもあるので、 え少しですね、株価に関しては、まあ、下落警戒っていうのは、まあ、僕はしておいた方がいいんではないかな、というふうには思っています。まあ、あと、ウェルスファーゴっていうところも、4600、今がだいたい4300くらいなので、ま、ちょっとですね、まあ、無理があるんじゃないかっていうような、ま、見、見え方も、えー、他のところも含めて、えー、ま、見えているのかな、まあ、こんな感じですよね。まあ、これが、えっ、ー、と、だいたい今の、えっ、ー、と、はい、まあ、水準で、 え、まぁ大体今後どこまで下がるかっていうのはまだ、あの価格的には予想は出ていませんけれども、まあちょっとやっぱり、チャート的にもパターン的にはあまり良くないよというような声も、まあいろんなところからちらほらと聞こえているような状況ですね。はい。で、まあそんな中ですね、えー、皆さんも、え、何回か聞いたことあるかもしれませんが、バンコブアメリカがですね、定期的にファンドの人たちの 今のその状況とか心理状況とか、資金の流れみたいなものをレポートをまとめているんですが、先週ですね、株式ファンドからの今年最大の資金流出っていうのが行われたと。で、これがですね、FOMC のタイミングも含めてになるので、まあそういったところで結構大きな売りが出たのかもなというのもあるかなと思います。まああとはその前の調整っていうところでも出ていったのかなと思うんですが、世界のですね、株式ファンドからなんと先週だけで 2.5兆円の流出ということで、かなりすごい大きな流出になっていました。で、ヨーロッパの方のですね、ファンドからの純流出っていうのは28週連続ということで、ヨーロッパの方のここ最近の景気交代への懸念から大きく、欧州株っていうのも、まあ、今資金が抜けているような状況になっているかと思います。で、こういった動きっていうのはもう少し僕続いていくんじゃないかなと思いますので、株式マーケットを引き続き弱含んでいくような 展開が予想をされるというか僕は予想しますという感じですね。はい、あとはですね、あのハードランディングというところがやっぱり懸念されていると思うんですけれども、やっぱり来年の、えー、本当に利下げというのが実現できるかというところが結構今ポイントになってきているぐらい、利下げというのはずれ込んでいると。でまあそんな中、リセッションの予想というのも同時にずれ込んでいて、 ソフトランニングの見え方っていうのが強くなっているかっていうと、まあ、正直そうではないんじゃないかなというふうには思っています。まあ、あともう一個ですね、これ非常に面白いなと思った考察なので、ちょっとご紹介したいんですけれども、おそらくまあ今年の年末もしくは来年のタイミングで、再建利回りというのがですね、まあ、低下。これは f e トがですね、制定する、まあ、あの定める金利ではなくて、マーケットの金利が下がってくればってことですね。まあそれは今後アメリカの 金利下落、まあ、金利の、ええー、ま、引き下げというところを予期して、え、金利、まあ、最近利回りが低下してきた場合ということなんですけれども、え、それに対してどういうふうな株式マーケットの反応が出るかによって、え、今後のですね、早急期っていうのが占えるんじゃないかっていうふうに言ってます。で、利回り低下で、米国の住宅建設企業や半導体企業、ま、エネビ i ィみたいなところですね、の株価が上昇すれば s、s P は強気の5000ポイント。そして、 上昇しなければ、最後の利上げで、えー、まあ、今後、えー、さらに売られて、弱気の4000ドルっていうところに戻っていくんじゃないかっていうことですね。はい。まあ、あの、今後おそらくそんなに早く金利の低下っていうところが起きないので、僕はですね、あの、まだまだ株価っていうのは、まあ、やっぱりワネをトライしに行くようなところには、えー、まあしばらく行かないんじゃないかなと思うので、まあ、どちらかというと、ダウンサイドを見てる方向の、 え、人間かなと思ってます。はい。まあ、あとはですね、世界的にも有名な、え、ビル・ワックマンさんというですね、まあ、本当に大富豪の投資家いるんですが、え、彼らはですね、え、米国債の長期金利のさらなる上昇を予想ということで、え、債権のショートを継続。まあ、つまり、まだまだ金利は上がっていきますよと。で、どれぐらいの水準かっていうと、今ですね、え、30年債の金利というところが、ま、ここに回りますと、5.5%が適切ですよというふうに、 言ってますと。確かに今5.1%ぐらいだったかな。で、えー、まだまだ上がっていくんじゃないかっていうようなことを、えー、言っています。で、えー、今後ですね、まああの、このような状況っていうのが、まああの、本当に続くのかっていう疑問をですね、持ってる方もいらっしゃると思うんですが、これ面白いなと思ったのが、当時の世界は我々の現在生きる世界とは極めて異なっていた。これどういう意味かというと、2%っていうですね、えー、物価上昇率というのを、 え、フェットは今定めてますよね、目標金利として。で、それっていうのは、あの、もう今と前の、今のその世界状況っていうのはもう違うんだと。なので2、2%っていうような、ま金利水準というか、え、もう、部下、目標の物価指数っていうのは、ちょっとですね、あの、違うんじゃないか、おかしいんじゃないか、みたいなことも言ったりとかしていて、結構です、興味深い話をしているなというふうには思いました。まあ、あとは、 まだまだアメリカ経済が強いというところに加えて、えー、米国債の今後債務上限の引き上げとかですね、まあそういったことが今後議論になってくるということも、まあこの中には書かれていますが、まあそうじて金利が下がってくる理由っていうのは今は見つからないねという意見が非常に多いような気がしていますね。はい。で、もう一個ですね、見ておきたいのが、えー、円ですね。え、今後、えっと、アメリカじゃなくて日本の日銀が、 ま、どっかのタイミングで、利上げをするというふうに言われていますが、それがですね、今後、トレンドになって今後来るようであれば、一気にですね、レバトリエーションが起こるんじゃないか。レパートリエーションって何かっていうと、海外の、まあ、日本企業が、海外で売り上げ立てますよね。で、それが、A もですね、日本、あまあ、国内に戻してくるっていうのを、レパートリエーションっていうふうに、レパートリーなんてよく言うんですけども、それがですね、大量に、 えー、そして加速して起こるんじゃないかっていうふうに言われています。それは、えー、まあ大きな、本当に、本当に大きな規模になると思うので、えー、円高っていうところにもですね、まあ一定程度、えー、繋がってくるんじゃないかっていうふうにも言われていますが、まあ、どのタイミングで起こるんであれ、起こるのかっていうのは、まあ一つ注目したいポイントですよね。で、本当に起こるのかっていうことではあるんですけれども、まあ、やっぱりですね、今後、えー、日銀がどういうふうな動きするかっていうところが、 まあこのドル円の動きに本当に大きなインパクトを与えると思うので、これは注目しておきたいんですが、こちらの通りですね、先日、まああの、日銀総裁が、あの、読売新聞のインタビューで答えた、まあそれが非常に話題になってたわけなんですけれども、マイナス金利への解除への距離感がすごく動いたわけではないですよ、というふうに言ってます。で、これどういうことかっていうと、こちらにもあります通り、 え、上田総裁は9月付のイ売リ新聞が報じた政策正常化の時期をめぐる発言について、前もって年内は可能性が全くないという総裁の立場で言うことは、毎回の決定会合の議論に強い縛りをかけるリスクを伴うので、言わないことが望ましいという趣旨の発言ですということを言ってますよね。これっていうのは、あの、どっかの可能性を切ってしまうってことは、正直あまり意味ないというか、あの、ま、そういうことでもあるので、 え、今、今後年内の、え、利上げっていうのも、まあ、あり得るよねっていう話をしたぐらいに留まってますよ、というふうに言ってますと。え、ただし、まあ、今後ですね、あの、出てくるいろんな経済指標によっては、え、利上げをしない可能性は、ゼロではないと、また改めて言ってるんですけれども、まあ、それによってやっぱり、周りはですね、え、もしかしたら利上げするのかみたいな感じで、え、ル円じゃ、あそしたらどうなるんだみたいな感じの、 ま、今、あの、ま、ざわざわ、ざわざわっていうふうにしてはいるんですが、もう一個ですね、面白いなと思ったコメントが、こちらにありまして、引き締めが、これは引き締めというのは利上げですね。引き締めが遅れて2%を超えるインフレ率が持続するリスクよりも、え、これなんていうんだろう。ま、あの、早すぎる引き締めで、早すぎる利上げってことですねで。で、2%の インフレ率をですね、実現できなくなるリスクの方が大きいということで、できればですね、日銀はそんなに早く上げたくないと、確実に2%をしっかりと超えてくるようなことが確認できれば利上げしますよというふうに言っています。これは、f e d がですね、2%に着実にインフレ率が向かっているような状況を確認できれば利下げしますっていうのと結構似ているので、今の金利水準がもう少し長く 維持される可能性というのは十分あるんじゃないかなと思いますが、やっぱり一旦利上げを始めたタイミングで、継続的な利上げが起こるんじゃないか、みたいな懸念というか、あの予測っていうのは、今は出ているような状況ですね。はい。まあこれ以外にも面白いなと思ったニュースが、ロシアがですね、旧ソビエト連邦の国以外、まあ他のソ連とか関係ない国に対して、今後ですね、ガソリンとディーゼルの燃油です、あの、燃料ですね、を えー、もう輸出しませんというようなことを言い出しました。これはですね、やっぱりグローバルな燃料の高騰に今後つながっていくんじゃないかというふうにも言われていて、まあ、今ですね、特にサウジアラビアなんかに関しては、まあ、原油ですけれども、まあ、あの継続的な産油の制限というのもしてますよね。まあ、これによって、えーまあ、いろんなところでですね、まあ、あの石油の値段が高騰していますし、まあ、今回ロシアがこういったことを発言して、 本当にグローバルで燃料不足に今後なっていく可能性があるんじゃないかっていうようなことが今気にされていて、なんとですね、JP モルガンが原油に関しては150ドル行くんじゃないかっていうような見出して記事が出ていますと。で、これはですね、もうちょっと中見ていくと、こちらにも記載があるんですけれども、えっと、2026年にこっちか。こっちですね、はい。 2026年までに 150, 150ドル行く可能性がありますよ。2024年では90ドルから110ドルまで行く可能性がありますよ。2025年では100ドルから120ドルの間で水をしますよ、みたいなことが書いてあるので、まあ、すぐさま150ドル行きますっていうのではないんですけれども、まあ、やっぱり今マーケットは今のような供給不足というところに加えて、経済がですね、まあ、成長,あの成長をしっかりとしていくことによって、需要が あの、今後、逼迫して、逼迫とか需要が高まることによって、供給が全然た足りないというような形になる可能性があるんじゃないかというふうに言っているので、やっぱりですね、マーケットはまあそういったいろんな予想できないファクターがたくさんですね、石油関連では今あって、特にやっぱり中東の国々の動きっていうのが読みづらいと。で、かつここにロシアも絡まってくるとなると、もうエネルギー価格なんてどうなるかわかんないと。 で、ロシアとしては、まあ、こういった供給制限をかけることによって、アメリカですとか他の国々の物価上昇率を上げて困らせるっていう一つの戦法も、まあ、若干なきにしもあらずなんではないかなというふうに思うので、まあ、こういった政策的なまあいじめみたいなものは、もっともっと出てきてもおかしくないのかなというには僕は思っています。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうか 株式マーケット少し先行き、おかしくなってきましたよね。僕はもう今ですね、株式はそんなに保有しない方が正直いいんじゃないかなと思っています。もちろん長期でずっと持ってますよという人は、まあそれはそれでいいと思うんですけれども、まさ、あ、らにですね、株価、もうちょっと僕ここから調整していくと思いますし、無理に今もう本当に買うタイミングじゃ全然ないと思うので、まあ今持っているもの、まあ全部とは言わないまでも、多少なりとも少し売却をして、 え、リスクを軽くしておかないと、ま、今後、大きな下落に見舞われる可能性も、例えば今日、テスラなんか4%ぐらい落ちてましたよね。で、まあ、これはテスラだけで、他のところではないんじゃないかっていうこともありますが、やっぱりですね、どん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 、マーケットで、え、ハードランニングの可能性とかっていうのが織り込まれたりとか、ま、あとはさらなるまた金利がですね、上昇してくる可能性っていうのが、かなり高いと思うんですよね。で、もう一旦、利上げっていうのは年内あるんじゃないかと思いますし、 場合によっては、もう一段利上げをするんじゃないかっていうような折り込みもですね、まあ今年ではなくて来年に継続して行われてくる可能性も今の状況を見るとあると。でそうなってくるとますます年内利下げて難しくなってくると思うので、まあそのあたりをですね、予想してみると、まあ、やっぱりちょっと楽観的すぎた株式マーケットのポジションの外し、解除、売却みたいなものはさらに出てくるんではないかなと思うので、皆さんぜひ気をつけていただければと思っています。 はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。